はい。皆さん、こんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。夜のひととき、ご視聴いただきまして、楽しんでいただけましたら幸いです、えー。本チャンネルは映画と特撮をメインとしまして、他のジャンルなどをですね、商品や関連グッズなどを通して紹介していくチャンネルです。えー、当初より編集なしの一発収録で配信しております。 噛みすぎた場合には一番最初から全て取り直しをしております。理由は瞬発的な説明力の向上という目的があるためです。そのため、お見苦しい点やお聞き苦しい点などあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。配信は毎日行っております。22時30分ですね。夜の10時30分から行っております。チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。 もし登録してくださった際にはですね、えー、登録済みという言葉の右側にあるベルマークの通知を全てにしていただけますと、最新更新情報をリアルタイムで取得していただけます。よろしければお願いします。はい。えー、それでは本日のテーマです、えー。本日は映画になります。で、えーまあ、今までたくさんの、ね、映画も紹介していきましたけども、もうこの作品もですね、もう私が愛してやまない作品です。 本当に好きです。はい。えー、ちょっと初めてだなという方も多いんじゃないかなと思います。変わったタイトルですよね。えー、IO と言います。まあ、このマークですね。まあ、言うところびっくりマーク。もしくは、えー、エクスクラメーションマーク。それを、えー、I と O と言ってるわけですね。IO というタイトルです。ちょっと変わったタイトルですよね。で、えー、まあ、一種の青春ロードムービー的なものかなと思うんですけども、 はい、えー、く始めりということで、こちらが1991年の日本映画になります。はい、えー、まああの、ちょっと私事になりますけども、えー、私の母の実家が鹿児島でして、で、えー、その、毎年ですね、あの小学生、そして中学生の初めぐらいまでですかね、夜行バスに乗って、あの、大阪からですね、まあ、大阪、神戸ですね、からですね、えー 鹿児島まで、バスに帰っておりましたでその、えー、鹿児島に行く、行きしのバスの中でですね、まあ、あの映画とか泣かしてくれますよね、運転手がね。その中で、たまたま見たのがこの作品だったんです。それで私はもう子供心になんて面白い映画なんだなって思ったのを本当覚えてまして、まあ、それからこれに関するもの何か探したいなと思って、まあ、チラシ、あとパンフレットはどうだったかな。 プレスシートはあるんですけど、パウレットもあったと思うんですけどもね、えー、それをまあちょっと手に入れまして、あの、まあ、本当にこの作品を見たいなと、まあいつも思っている。まあまあ実際も見たんですけどもね、そうですね。という、本当にいい作品です。まぁ、あ、争いなどは後でいきますね。 で、えー、いろいろちょっと調べたところですね、このウィキペディア情報によるとですよ、えー、この今年の2021年の2月現在は、やはり、えー、DVD にもなってませんし、オンデマンド化もされておりません。はい。なので、えー、ビデオでは出てるんですかね、確かね、だけでしか出てないというものなので、今なかなか実は、あ見る、目にすることが難しい、ちょっとした幻の作品になっていそうですね。はい。では、チラシいきたいと思います。 はいで、チラシの柄なんですけどね、これも何かね、私好きなんですよね、この夜のね、この夜の静子っていうんでしょうかね、ちょっと物静かな、このね、えー、ところ、マジックアワーのかのようなね、で、主演が一応4人主演になりまして、えー、柴田恭平さんね、もう,もうね、この前も、べっぴんのマジでご紹介しましたけど、とやっぱかっこいい。そして、えー、少年隊の錦織和清さん。そして、えー 大月健治さんですね。はい。あの、バンドバンですよね。はい、筋肉少女対ボーカル。そして、関西ではなじみの深い人ですね。岡部真理さん。で、ね、探偵ナイトスクープの元秘書ですよね。はい。というね、ねこのバ,バンドの前でね、4人が立ってるんですよ。かっこいいんですよ。でね、えー、企画がね、あの、AKB などの仕掛けた秋元康さんなんですね。はいで。主題歌がスローバラード。 最高なんですよ。はい。っていうね、このチラシの柄も自体も大好きです。はい。で、裏面がこんな感じ。単色版の、えー、ですね。はい、B5 サイズ。これは東京勘弁になってますね。はい。えー、キャッチコピーがね。面白いでしょ、これ。世間なんかどうでもいい男たち。世間にはどうでもいい男たちっていうね。はい。まあ、ちょっとアウトローなお話なわけですよね。ね。 じゃあちょっと一部読んでみますね IO は言わずと知れたびっくりマークだこの映画のタイトル IO は誰もが知っているエクスクラメーションマークであるエクスクラメーションマークはラテン語に起源を持ち I と O の合体によって成立した記号意味は諸説あるが、えー、イ,ンインシストオンですかね強調するの頭文字を取った略語あるいは IO ようという音声を表彰して、文意を強めるといったところらしい。それに加えて道路標識の中の危険表示、黄色字に黒字、黒字、黒記号が30個ほど存在するが、その最後に位置するものが、えー、黄色字に黒で、エクスクラベーションマークの記号が付されたもの、つまりさまざまな 危険事象の範疇には入らないその他の危険全く予測のつかない危険を指し示しているまた現代の状況に目を転じてみてもさまざまな局面でエクスクラメーションマークという意思表示を目にしたり思わず漏れる IO という吐息を耳にしたりしないだろうか時や人に押し流され自分を見失いかけている現代人 バラバラに分断されたシングル、子たちがさまざまに発信し続けている「IO, IO, IO」という危険信号、無言のメッセージ。この作品では弱当たり下手なアウトローたちが「IO, IO, IO」と精一杯何かを訴えかけている心の叫びに絵を与え音を与えることになる。とりあえず「IO イ,イコール気づいて」とでも訳しておこう。ね。 ででねえー、I.O. は新鮮強力なメンツを揃えた都会派シネマだ主演の4人には柴田恭平錦織季一輝を大月健二に岡部真理といった斬新な顔合わせが揃った「チンピラ」というには若くはないしヤクザにもなりきれない不良中年修二にはヒット作意欲作に立て続けに主演圧倒的な人気を誇る柴田恭平一流大卒エリート都市銀行マンからドロップアウトした 情けないやつ、ケイスケには持ち前の演技力、ダンス力を生かしてミュージカルでも大活躍中の錦織和樹よ。なに何者にも多くしないアウトサイダー、ケンには筋肉少女隊のボーカル担当で独特のキャラクターが評判の大月健二。そして憧れのマドンナ、かすみにはテレビ、ラジオなどで知的でキュートな女性として人気を得ている岡部まり。ね。はい、いいですよね。そしてですね、ここからですね。 I.O. の主題歌は、あの幻の名曲、スローバラードだ。R.C. サクセッションのスロー,バ,ローバラードは、1976年にアルバム収録されたものの、多くの支持を得られず廃盤。しかし、その後のライブ活動の中で、このスローバラードが圧倒的支持を受け、アルバムの再発運動が巻き起こるほどの過熱ぶり。幻の名曲と言われるゆえんである。 今回は IO の主題歌として新たに東芝 EMI よりリリースされていよいよ名実とともに名曲として主人公たちの生き様を切なく歌い上げていくもうねこのああいうこのこのスローバラードをですね大杉健二さんがね劇中歌うんですよぜひねそのシーンまで見ていただきたいですねもうね泣きますよはい本当にえー、まああの世の中 の中でね、もがき苦しむ男たちのお話なんですね。そこに添える一輪の腹が岡部まりさんというね、本当にもう大好きな作品です。テレビでやったんでえテレビ、テレビでも放映されたんで、それは録画してるんですけど、はい、あのー、ぜひね、チャンスがあればご覧になってください。本当にもう素敵な映画です。大人のメルヘンと言ってもいいかなと思います。はい、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、いいねボタン。 またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。